えっと、みんな大好きバンドザウルスに私もハマっておりまして、というのもですね、バンドザウルスの、えー、マスクが完成したんですね。先週の土曜日にお披露目となりましたが、えっと、ティラ様という名前がついている、ティラノサウルスのティラ様という名前がついたですね、マスクが完成したんですよ。実はこのマスク100万円かかってます。 非常にハイテクなマスクで、あの、口がバインバインになったりですね、実はライブ用にですね、中にファンが2つついてるんですね。このファンがなかったらもう、中の空気がもう、もう熱されてですね、顔が大変なことになるので、 えー、基本的にはライブ中はファンがウィーンって回るようになってる。まあ音が、ライブの場合だと音が大きいから、別にこのファンの音がさして気にならないと。えー、被ってる方もあまり気にならないということで、まあそういうハイテクマスクが完成したのもあってですね。ちょっとこれによってやれることが結構増えてきたんですよ。 で、実は昨日の夜、えー、実験してみたことがあって、それは何かっていうと、そのティラス様のマスクを被ってライブができることは分かったんですよ。音楽のライブができることは分かったんですけども、ティラス様のマスクを被って、コミュニケーションが取れるのかと、おしゃべりができるのかというのをちょっと検証してみたくて、実は昨日の夜こっそりですね、ライブ配信してみたんですよ。 で、コメントがちゃんと読めるかとか、あとは、えー、一番知りたかったのは、そのマスクを被った状態で、何分喋れるんだと。あの、ライブの場合だとさ、ちょっとアドレナリンが出てるから、 えー、結構頑張れるんですけれども、もうちょっと冷静な状態で何分喋れるんだと。で、何分ぐらいで限界が来る、あの体力的にね、限界が来るんだろうっていうのをちょっと昨日テストしてみた結果、ギリ30分ならいけるっていうことが分かって、でもこれ30分ならいける。まあ、たった30分かって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、30分って結構使えるなと思ったんですよ。 30分喋れたらさ、ぶっちゃけ、えー、例えばそうだな、まあ、2時間の登壇イベントとかは無理だよ。それは無理だけど、ちょっとよぎったのはですね、毎週キングコング出れんじゃねと思ったんですよ。実際、カジラさんとのこのやりとりも早いから、パン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 っていう感じから、それがティラ様でできるかどうかはわからないんですが、まあ、体力的にはいけると。 あとはその音が聞き取れるかとか、自分の表情が出せないっていうことがどれだけマイナスに働くかっていうのはちょっとわからないんですけども、もうちょい検証してみて、今マジで狙ってんのはティラ様で毎週キングコングにある日突然出るですね。あのオープニングで、えっと、カジさんとティラ様がツーショットで並んでるっていう、もうただただそれが撮りたいっていうだけなんですけれども <laughs>。 意外といけんじゃねえかなと思ってます。で、これがいけたらですね、ぶっちゃけカジアラさんとのやりとりができたら、もうそれ以外の人とのやりとり全部いけるんで、えー、狙ってんのはティラ様の YouTuber かですね。ティラ様が YouTuber になる、あるいは TikTok か。<laughs> いや、面白そうじゃないですか。僕、YouTube を、なんか、 そんなに本腰入れてやりたいと思えない理由は何なのかなと思った時に、やっぱ自分の顔をそんな出したくないとか、自分の顔を出しても仕方ねえしな、みたいな。僕、そんな寿命が100年、200年、300年あるんだったら、西野を売ろうかなと思いますけど、西野どっかで死ぬんで、いや、どっかで死ぬもの,の顔を出すことにコスト割いても仕方ねえな、コストかけても仕方ねえなっていう、 気持ちがどっかであって、ただティラ様は一生生き続けるんで、いやこれワンチャンあるんじゃないかなと思って、えは、ー、てはですね、ティラ様の YouTuber か考えておりますんで、皆様よろしくお願いします。というわけで、ニ野さんの朝礼今日もよろしくお願いします。 どうも、キングコングの西泣きヒです。お笑い芸人をしたり、絵本スタッカーをしたり、国内最大のオンラインサロン西泣きヒエンタメ研究所の運営をしたりしております。さて、今日はですね、正しいサービスよりも惚れるサービスというテーマでお話しさせていただきたいと思います。えー、今日もですね、最新刊夢と金を深掘りしていきたいと思います。今日は、 えっと、128ページの正しいサービスよりも惚れるサービスをピックアップです。えまず、えー、夢と羽、えー、羽じゃない、夢と金の前半戦ではですね、とにかく自分の商品を高く買ってもらうことが大切だよということと、そして、そのためにはどんな情報、えー、どんな技術を持っておかなければいけないのか、そのためにはどんな環境に身を置かなければいけないのかということが書かれています。で、その流れでですね、 この正しいサービスよりも掘れるサービスというテーマにまあ突入するわけですが、実は僕は今ですね、ホテル作りをこっそりと進めているんですね。 厳密に言うと、泊まれる美術館の建設です。なんか、聞いたことありますね。西野が美術館作ろうとしてるみたいな。この話っていうのはも、4、5年前から進めていて、これを、えー、泊まれる美術館にしようと思って、今、ウルトラシーンにチャレンジしているところです。で、このプロジェクトの過程はですね、オンラインサロン西野キのエンタメ研究所で随時共有しているので、気になる方はそちらでご確認いただくとしてですね、 さて、この泊まれる美術館ですが、実はですね、1日1組限定の一等貸しで提供しようと思っています。もちろん美術館ですから、一般開放日を設けてですね、地元の子どもたちやご家族を招待しようかと思っているんですが、ただ基本はですね、一等貸しのホテルにしようと思っていて、となるとですね、お相手はですね、一等貸しのホテルを借りる人、借りられる人になってくるわけですね。 それもあって、宿泊にお金をかける人、かけられる人の気持ちをわからなきゃダメだなと思って、実はこの2、3年、安いホテルと、そして高いホテルをですね、意識的に泊まり歩いてみたんですね。そうするとですね、えっ、ー、と、宿泊費が上がれば上がるほど、機能が値段に見合わなくなるっていうことが分かってきたと。 グラフで見るとですね、値段と機能の関係はですね、最初は順調に右肩上がりになるんですけれども、途中からですね、値段は上がり続けるけども、機能はほぼ横ばいっていう状態になるんですね。でも、これなんとなくイメージできますよね。例えば、一泊4千円の宿と一泊9千円の宿っていうのは、機能がまるで違うと。 4000の宿には部屋に風呂トイレがなかったりするけれども、9000の宿にはもうバッチリとついてる。これが1泊1万5000円となると、もうベッドはふかふかになってきて、で、1泊3万円ともなるとですね、これアメニティが充実して、えー、風呂もがっつりとした、こう、湯船がね、あったりするじゃないですか。で、このあたりまではですね、値段と機能っていうのは比例関係にあるわけですが、1泊10万円の宿と、1泊15万円の宿の、 機能の差って、ちょっとよくわからないんですね。部屋がめちゃくちゃ広くなってるわけでもないと。これちょっとわかんないですよ。安い時はさ、5000円でとんでもない差があったのに、この宿泊費が高くなってくると、5万円でも差がわからなくなるんですね。で、世の中には1泊20万円の宿とか、1泊30万円の宿が、などがあるわけですが、もっともっと高い宿もありますね。100万円の宿もありますね。もうこの辺になってくると、売ってるものが機能じゃないんですよ。 むしろ、そうだな、何もないっていうのが価値になっていたりする。わかりやすいのが、えっとね、ちょっといいとこの宿にあるのがですね、えー、見られるのが何かっていうと、部屋にテレビがないですね。 旅にですね、機能を求めていない人からすると、まあ要するに、ホテルを別荘のように捉えている人からすると、テレビっていうのはノイズでしかないので、まずはテレビという機能を部屋から取り外したりしているんですね。あるいはこれあるあるなのが、テレビをですね、扉で隠せるようにしている。この辺面白いですよね。 なんで部屋にテレビがないんだよと不満を持つ層もいるっていうかそっちが大半なわけで、えー、テレビがないっていうことが価値になっていたりもすると。で、それこそですね、使わないときはホテルとしても貸し出すことができる別荘っていうのを打ち出しているノットアーホテルが、えー、建てられている場所ってことごとくですね、周辺に何もない っていう場所ばっかりなんですね。駅地下とかさ、アミューズメントパークまでの、えー、距離が、えー、ちょっとみたいな、徒歩3分とかじゃないんですよ。機能性のようなものがまるでないんですけども、そこに高値がついてると。じゃあ、何もなければ高値で売れるのかっていうと、そうではなくて、えー、そういうものを買う人、借りる人って、まずね、木。 を、すごく重要視しているんですよ。あの、僕、スピ系じゃないですよ。でも、気いい気悪い気みたいな。ここいい、気がいいな、みたいなことをすごく重要視していて、これ海外の方も多いですね。気をすごく重要視するっていう。そして、やっぱ最後の最後は人なんですね。 僕も年に一、二度利用させていただいている少しいいところの宿があるんですけども、その宿の支配人さん、あるいは従業員さんって、もう距離感の取り方とか抜群で、これもういい宿泊まってる人絶対みんな言う。もうそこのスタッフさんって距離感の取り方抜群で、結局ですね、久しぶりにあの人に会いに行こう。つまりあの支配人さん、あの従業員さんに会いに行こうが、動機となって、またそのホテルに帰っていくんですね。 年に一、二度ホテルに変えるっていう感じなんですよ。その時さ、そのホテルの隣に同じ機能を持ったホテル B があったとして、そのホテル B がじゃあ、えー、5000円安かったとしても、僕はですね、ホテル B を選ばないんですね。というのも、わざわざ時間をかけてそのホテルがある地域まで行くわけじゃないですか。長野の山奥なのか、沖縄の離島なのか、はたまたメキシコ関空の外れの地なのか。 そこまで行くのって大変なコストでね、わざわざそこまで行ってしまった僕らはですね、5000円をケチってあの人に会えないっていうのを選ばないんですね。そう考えると、正しいサービス、機能性が高いサービスはもうほどほどにしておいて、惚れるサービスを提供した方がよくて、サービス提供者が科学しなきゃいけないのは、勉強しなきゃいけないのは何かっていうと、人はどうすれば恋に落ちるのかっていう部分ですね。 これは、えー、男性、女性、異性関係なく、人はどうすれば恋に落ちるのか、ここを学ばなきゃいけない。 で、このあたりの具体例をですね、最新刊夢と金に書いております。ぜひ、えー、大切な人に、えー、そして守りたい人に一冊送ってあげてください。あるいは、社員研修に使ってください。というわけで今日はですね、正しいサービスよりも惚れるサービスというお話をさせていただきました。オンラインサロン、西野ナ・キエンタメ研究所では、西野ナ・キが現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2、3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは、素敵な一日をお過ごしください。キングコン の西野亮廣でした。じゃあ、またねー。